たっぷりとネギをのせた昔ながらの味噌ラーメン。美味しかったです。もう味噌を食べたくて食べたくて。店主の花野純さんです。時短要請が全面解除となった今月18日、5ヶ月ぶりに店を開けました。もう、ね、何回か来てまだだまだだって。やっと。あ、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。北24条にあるビルに店を構える老舗ラーメン店ホーラン。以前は札幌の夜の街すすきので営業していました。昭和28年にすすきので花野さんの祖父が創業したホーラン。その後母親花野さんへと受け継がれ、親子3代で60年以上すすきのでラーメンを作り続けてきました。しかし新型コロナ対策で飲食店への時短・休業要請は長期間に及び、すすきのでは閉店する店が相次ぎました。そうした中、花野さんは断腸の思いで慣れ親しんだすすきのを離れる決断をしたのです。これがまあね、50年前引っ越して2番目の店舗だね。まあ寂しいのもあるし、でもね、これでやれちゃったら名前消えたら困るし、それが一番大きいかな。今年4月、前の店で使っていた機材を新しい店に運び込んでいました。いや、入んなかった。本当これだけどうしようかなと思って入んなかった。とりあえずこれは使えるからね。30年以上愛用している機材が入り一安心。新しいカウンターも気に入りました。やっぱりいいね。あと古いような感じのね、パッと見たら気に入ってさ。やっぱりいいね。オープン当日、晩半分行きたい半分、まあ後戻りはできないから、あとは進むのみだから。早速お客さんが訪れ、上々のスタートを切りましたが、わずか1週間で緊急事態宣言が出され、再び休業に追い込まれました。冷凍なの、できるものだけこうやっといて、あとはもう腐っちゃうもあるから、やっぱどうしてもね。スープとかは、いや、もう皆さんも投げた、ね、全部から。まあとりあえずもうちょっとだなと思って頑張るしかないでしょ。すすきのを離れる店は他にも。13年すすきので営業した定食店です。創業時から変わらない味が受け継がれているカツ丼は、注文が来てから肉を切り、食パンから作ったパン粉を使った自慢の一品です。2代目店主の中村和之さん81歳、今年3月すすきのの店を閉め、手稲区に移転しました。12月なんか60何年間商売やったけど、初めての売り上げやってるんですよ。半分以下でした、例年の。すすきのに来たら行ったらダメだっていう、ああいうことを言われたらもうダメだもんね。しかし中村さんはまたすすきのに戻りたいと思っています。いや、私のもう一度ね、自分一人でまたすすきので100日過ぎてやってみたいなと思ってるくらい、すすきの状態でね、またすすきのお客さんにお返しでもしてね。
今月15日、時短要請がおよそ半年ぶりに解除されました。すすきのを離れ営業を再開したラーメン店の店主、花野さんは。長かったけど、まあ嬉しいですね。再開できてありがたいことと、まあこれから頑張るぞっていう。5ヶ月ぶりにもかかわらず、お店にはにぎわいが戻りました。何時までお店やってるんですか？まあ最低1時。じゃあ仕事終わりに来れます、僕たち。花野さんもすすきのへの思いが募ります。できれば戻りたいね。ここはこれ残して、いや、やっぱりすすきのに育てられた店だから、やっぱりすすきのの恩返しじゃないけども、やっぱりそこはどうしても、気持ちは残って、いつかもう一度すすきので。苦渋の決断で移転を決めた店主たちは、その思いを胸に歩みを進めています。